はい、どうもこんばんは、カズメシでございます。全国の豆乳好きの奥様方、見てるよね奥様。はい、本日はですね、この豆乳を使ったプリンでございますね。では早速本日も行きましょう。いや、とりあえずですね、豆乳使っていくとさ、なんかおしゃれな感じするじゃん。だからね、豆乳プリンが好きっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんですけども、まずはですね、卵ですね。基本的に、プリンはね、簡単だからいいよね。まずは1卵いきます。はい、そしてですね、次こちら豆乳でございます。こちらもね、計量の必要ございません。この豆乳の香りをどんぐらい出すか、だから私今回はですね、そうですね、3秒分ぐらいの豆乳の香りを出していきます。さあ、そしてここからですね、みんな大好き、バニラエッセンス、こちらは、まあまあ2、3回でいいでしょう。そして最後はシュガーでございますね。今回はね、甘さ控えめなおしゃれ系でいきたいと思いますので、よし、1秒で OK。 はい、あとはこちらをですね、優しくちょっと混ぜていきましょう。基本的にはですね、これがね、プリンの液でございます。よーし、よし、こんなもんでいいでしょう。基本確かね、なんか泡立てないように混ぜるのがプリンの作り方だっけね。そうだよね、多分ね。あとはでございますね、容器に入れるだけなんですけども、まあ、なんか適当なこし器で、こしながら入れるとね、なんかいい感じに仕上がるみたい。じゃあですね、ちょっともうこのままちょっと見えるかどうか知りませんが、いきましょう。大丈夫かな。大丈夫。おー、やべ。そっか、斜めにしちゃえばいいのか。さあ、行きまーす。いい感じにこせてると多分いいね。あんまり大きいこし器は使わない方がいいのかな、これは。はい、あとはでございますね、ちょっとこちらの方に、ラップをして、そんでね、ちゃんと呼吸ができるようにね、開きすぎた。ちょっと穴開けておきましょう。よいしょ。さあ、レンチンタイムいきますよ。いやー、ここがですね、非常に難しい。この量と今日の卵の調子を見て、よいしょ、あんまり高いワット数でやるとびっくりしちゃうけど、低すぎてもこれ150ワットだからな。どうしようかな。500ワットで2分10秒いってみよう。あ、で、沸騰してんな、お前。ちょっと待て。よいしょ。ちょっと待て。落ち着け。あー、なるほどね。1分30秒だな、今回の分量だと。ちょっとね、出しまして、熱い。ある程度お塊になられましたので、粗熱を取って冷蔵庫で冷やしておきたいと思います。さあ、多分ね、よし、ある程度冷えました、ある程度。さあ、ではね、ちょっと開いてみましょうか。よいしょ。あ、いけてそうですね。では今回これ出来上がったプリンなんですけども、ちょっと豆乳プリンの割には なんだパンプキンプリンみたいになってんな。ちょっとじゃあ掴めるか、ちょっと見ていきましょう。いきますよ。結構硬いな、お前。てれーんと。はい、もう完璧でございますね。いい感じにいけてるんではないでしょうか。こんな感じが料理番組だと。はい、ではですね、いただきます。さあ、今回はですね、もう健康、ちょっと甘さ控えめな感じで作ってみたんですけども、バッチリだわ。なんかね、私いつも作るとこうなるんだけど、なんか田舎臭い味になるんだよな。うん、まあでもね、言い方を変えるとナチュラル、うん、そんでいいでしょう。はい、というわけでですね、本日は豆乳プリンの作り方でございました。